トーミシー琴音でーす。はい、ということで、なんで今日は一人かと言いますと、ずーっとやりたかったある企画があるんです。それは二人の洋服を勝手に借りて一週間コーデしてみた。イエーイ。今二人ともいないんですよ、この家の中に。二人の服を勝手に借りて一週間コーデしたいと思うんですけれども、まあなんとなくね、何の服着てるかはわかるんじゃわかるんですけれども、まあちょっと一回クローゼットあさらしてもらおうかな。うん、レッツデゴー。あ、マジでさ、引けないのこれ。月曜日、なんか最近こういうストリートみたいな格好してるからさ、最近ね、女の子みたいな服着てるんだよね。上じゃもうこれ着ちゃおう。真帆これ多分まだ着たことないよ。先に着ちゃおう。やばい、めっちゃ楽しくなってきた。え、だってめっちゃかわいい。私史上最強に可愛くなっちゃう。待って、意外と見たことない服いっぱいあるんだけど、めちゃめちゃ服あるんだけど。しかし、なこれ、あー前着てたわこんなの、懐かしい。え、なんかかわいい、かわいい。マジで引けないんだけど、これ。すいません。チャリチャリチャリ、むずなんか難しくなってきちゃって、もう嫌になっちゃった。え、待って、めっちゃ可愛い。これに沿って、これ多分真帆着てないで。え、なにこれ、バリ可愛くね。きたきた、バリ可愛い。一週間コーデできました。着替えていきたいと思います。月曜日、この日は女の子気分で月曜日からはっちゃけたいよね。上はピンク色、まほちゃん、これは何、ヒョウ柄。そして下はピンクに合わせた灰色のスカート、そしてもこもこの黒い帽子と合わせて、女の子すぎずかっこよいスタイルにしたわ。うん、ナイスよ。月曜日からテンション上げちゃっていこう。いやいや、イエーイ、こんなのはダメよ。そして火曜日、この日はオラオラな感じで、ストリートな感じで行っちゃったわ。いや、やめ、いやということで、これはトップスはるか、そしてズボンもはるか、帽子もはるか、全部はるかでやらせてもらってる。さすがのはるか、青い服がいっぱいあったよ。ということで、火曜日もこの調子でノリノリに一日を頑張っていこうと思うよ。Yeah. めっちゃ格好つけちゃって、キモいね。あ、そういうのいらないっすね。はい、ということで、ストリートヒップホップな感じで火曜日はやっていきました。 Yeah. そして水曜日、この日はちょっといいところにお出かけ、うん、ランチにでも行こうかしらっていう格好だわね。お、ちょっとバランス崩したけど、そう、まあカジュアルな大人っぽさを目指して頑張ったわ。はい、ということで、これは上の服ははるか、そして下はズボンで、何か左手に持ってるものははるかの上着。はい、ということで、台に乗っちゃってなんかモデル気分みたいなことしてるけど、ソファーだからし、あー、ダメだね、やめなさい、やめなさい。そして木曜日、ま、この日はね、ちょっと夜お出かけしちゃうかなっていう洋服です。はい、ということで、ま、ちょっとね、あ、クラブにでも遊びに行って、まあね、楽しいこといっぱいしちゃうかなっていう感じに、まあそんな感じで。いや、これは上はゼブラ模様だよ。で、後ろはずっと憧れてたリボン。かわいいでしょ。
はい、そしてレザーのスカート履いて、結構パンチ効かした一品になっております。はい、ということで、ちょっと髪型がちょっとボサボサなのがちょっとねって自分の中で思ってます。そういう顔してました。はい、ダメ。はい、ということで木曜日はちょっとラフスタイルで、まあ、ちょっと図書館にでも行って落ち着こうかなっていう、まあ、ちょっと昨日の夜ね飲みすぎちゃって二日酔いになっちゃったのかなっていう気だるさですけども、はいはい、ちょっと運動をしようかな。プチ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 、はい、ということで、まあ、上ははるかのトレーナーで、下はこれは魔法のズボンですね。GU で買ったジーンズっぽいです。はい、そこから髪の毛を出して、こういう文字ですよっていうのをアピールしてます。はい、そこからちょっと髪の毛出てるのはとてもおひげみたいで変ですね。あ、鼻かゆいね。鼻の下、鼻の下。鼻じゃない、鼻の下。いや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 、ということで。まぁ、あ、ちょっとね、図書館早く行かなきゃな、早く行きたいな、その後お風呂屋さんにも行こうかなっていう感じの格好です。イエー、はい、ということは金曜日です。金曜日はちょっとおしゃれな格好をして、まあ、どこかへショッピングに行こうかなっていう感じですね。まあいいところのショッピング行って、はいはいっていう感じで、まあ、楽しく、はい、ショッピングしていけたらなって思います。ははいよん、もうちょっと K-POP を、まあ、たまにねこういう格好の時あるよね K-POP。 ははいよらいでおみたいな感じ。うん、ちょっとね、まあ、こういう時あるよね、たまにブラックピンクさん衣装かわいい。ということで、私これ一番お気に入りのトップス、あ、これ真帆ちゃんね。で、下ははるかのズボン。いや、はい、ブラシュー、ブラシュー。はい、ということで土曜日はお嬢様気分で来ました。こちらはまあじゃない、はるかちゃんの服になっております。あ、手振ってますね。まあ、皇太子のつもりになったんでしょうか、ちょっとよくわからないんですけれども、はい、あ、誰か様にご挨拶されてますね。ご挨拶は大事ですからね。あ、国民の方にご挨拶してるのかな。あ、来ないで来ないで。はいはい、あ、こういうねお洋服となっております。あ、視聴者の皆様にも手振っておられますね。はい、まあ、手画面の上で手振ってる視聴者さん0人説あるんですけれども、はい、ということで日曜日はバリバリ働くお姉さんスタイルです。はい、書類、はい、これやっといて、これやっといて。あー、嫌な上司、こういう上司怖いですね。あ、怖い怖い怖い、顔怖。はいはいはい、チェックして、はい、戻されました。どんまいです。はい、ということで、まあ、バリバリ働く、はい、ということでバリバリ働くファッションの編集長的な感じのスタイルなんですかね多分。あ、これはちなみに帽子ベレー帽、こちら真帆ちゃんで、こちらの上着は真帆ちゃんで、中の汁の真帆ちゃん、下のレーザー真帆ちゃんとなっております。まあね、人の服を借りてドヤ顔して、はい、ということで全て行動終わりました。イエーイ、どうでしたか皆さん。いや、私はね、ちょっと楽しかったですね。普段あんまり着ない服とかもいっぱい着れたから、ちょっとファッションコーデこれを機にちょっと考えてみようかなと思います。うん、まあ参考になるかどうかわかんないんですけれども、後でちゃんとね、ちゃんと綺麗に片付けします。頑張ります。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと Twitter、 SNS もやってます。みんなぜひフォローしてね。以上、チェーボーでした。バイバイ。ラリラ
リラララ。